さあそれでは行きましょう。 A 番内で行いますのは B ブロック2回戦、これに勝ちますと負けトーナメント勝ち上がりのチームと対戦することになります。ワンピー側がヤクセルアクセル、メロンエディ、ゴドルメイチーム、先方ヤクセルアクセル、対しまして 2B 側アインカイ、アインマーク2、グリシコ、ラークメイチーム、先方ラークメイ。お、ユーザーがよしかしました。よっかい、はい、これです。じゃあこれからの試合はすべて、A 番内で行いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ順番のチームは B ブロック勝ち上がりのチームと対戦となりますのでよろしくお願いいたします。お、体力を、あ、この辺りあれですね、この間のシングル大会の決勝戦の組み合わせだったと思います。オーバーヘッドからキングスタシャイ、これバース4だか、ホンボミスか、オーバーして日系大表、これはせい連戦まで出されてしまうと死にかけだったのでどうしても飛びたかったが飛べない。2回からキングスタイキをしっかり飛ばして、ここマイクに暴れてしまうようになっています。キースタシャイ、いいか、走って攻めていきますが、じゃあちょっとね、実況をお願いいたしますが、B 番内に設定を変えます。で、ヤクセルアクセルが追い込んでったかと思ったら、ラークメイが逆に追い込んでて、エース弁天で切り返し足場ヒット 2K で透かして足払いからダウン、もう一度足払い立っているか、これで 1-1。 エースノット S がすごい位置だった。で5位に6敗する10ラウンガードして飛ばせたが、じゃあハイカウンターから痛いダメージを負う。空中投げして、タッチパン振って、2パン振って、タッチパン振って、メガはその様子を見つつ、もう一度、ジャイアンツヒット、奥攻め、投げているのはアクセル、体力は残りわずかだが、あまたジャイアンツが痛いぐらいにヒットして、エスライエだったが、エースがまた刺さって、ラクメイが先鋒戦を勝利。さあ両チームここで同キャラはさすがにということでメロンエディが出てきます。本大会ではというか最近ちょっと例えばエディが減少したような気がする。でもまだ十分強いと思うんだけどな。ダメージ固めていくメロンエディ、ゲーランで崩れてホール設置で引き剥がす。足払いセンター当たって大き攻め、ハイサードリルはちゃんと飛んでいる。2敗ヒットしたら伸びる渡らず、2回ヒットしてもう一度攻めて攻めていく。メイのターンがまだ来ていない。だがここで一発当たって奥攻めへとなんとか持っていくラクメイだったが、あっという間にひっくり返され完全アーマーの五所川原さんまで出して、画面端追い込んで足払いから拍手、出し系から追いつけだったが、そこはさすがに見ている。どこを見ている、超ドリル硬直が長い。たまらずサイコバーンとしてジャンキーが1、ジャンディーがカウンター、これも美味しい展開。あれ伸びる伸びるドリル伸びる、ミサイルが飛んできて両方とも痛み分けが、しかしメイの方は削れたら危ない、死んでしまった。2ラウンド目開幕交代してからエディ召喚して
マーク誘い込もうとしたが拍手、おっとスタンプが当たって2敗じゃない6敗と痛い当たり方でした。6敗からパーティーリフが出ない。しかし拍手が発生保証が美味しすぎる展開に持っていっている。めくりからおっと様子を見てしまった。 SI が引っかかったがエディのターンが来ない。最終ラウンド、お互いバーストを回復して空中投げしていったのは目のエディ。あっとあっという間に追い込まれだがちょっと分身がついてこれなかったが、よくバーストガードしたラクメイ。2球ドリル動けないがよく見ている。めくりっと2敗カウンター、今度は浮かないんです。よろけになってます。おっと2敗カウンターからクゴン、あわよくはバーストを吐き出してほしかったが目の前にドリル、バースト読んでいく、伸びてミサイルが飛んでくる。メイもあと1回捕まえられればワンチャンスが生まれるんだが捕まえられない。分身が消せず本体がどこで金バストワンチャンス来たが分身を消す手段があったけどドリルが先にヒットして、ここはうまくエイリーが仕事をして、さあアインかアインマーク2が出てくるがどっちか。ブリジットとカイプラスアールになってから、ま、エディカイはまだ見た記憶があるけどエディブリジットあんまり見たことがない気がする。ここでどちらかが来たアインカイです。中堅戦レッツロック、ジャイアンツヒットエディ召喚してノーショベルカーショベルカーダブルショベル招くからドリル、ジャイアンツヒットして確かいいヒット確認してバーストしていて、わーっとよく見ているというか読み切った。本気ドリルで固めで2敗すら持続ではなくギリギリ発生間に合っている。はい、様子を見ていったがテーザが通ってショーベルカーがヒット、タケノコはウーマイガーにかわされ固めていくアインカイ、ダメージ差を覆さないとこれは危険だが投げて、これは壁コーン運びたかったがエディの判定がおかしかったか。マネク召喚分身消して状況かゆりジャンハイカウントしたが拾えず、オキャンが出ない。しかしフォルト張ったからちょっと反撃は安かった。スタンが押していたのでカウンターからちゃんとコンボ一本選手テーダー倒していく。ロケにうまい具合にキンバースト、ロカイイエスディッパーオキャンエディどうする、ゲージがない、これヘッダーにジャンプ逃げしても死ねできない、あーテクニックダメージがないです。残り体力残り3割ガードから下がってるとただまた死んじゃうんだから減る感じがするんですね。あーあれあれ落とし穴に引っかかってしまった。あいんかいタケノコを放置してベイパーに青キャンさせる前に2敗すらカウンター持ててだがあっと、しかしでもまだエディは有利だったが、ここではジャイスカウンターショベルカー当たらず、直下エディ側落ち着いて分身を回収していったけどあっという間にスタイチで消される。2K とはもう一度ジャイスから突っ込んで残り手力ドット、リパン 2K2S エンス、先ほどのコンボミスが取り返しのつかない結果となってしまった。何あ今勝ったの土俵ひ読んじゃったよ、ざけんなよ。これがね、革新版的なこうコンソメ君だと思うんですよ、私は。さあ行きましょう、ドルフィンメイダイスはアインマーン、あ、追い返していきます。
さあね、今回の回は頑張ってくださいって感じで、メイも頑張ってくださいって感じです。おっと、ナイビー、まあ、もともとこの 6P がね、メイに対して非常に機能するというイメージがありますので、メイ側はこう今地上戦してますね。今回あれですね、円安で今の 3K が繋がるようになったんですね。なので地上戦でやり合えるようになったのかなって感じですけど、リターンはね、求めちゃいけないですね。さあタイガー、このまま捕まえてこないよ、逃げていきますか。体力は面側が微妙に勝ってんじゃないか。あはじ、おお、そういうこと、そういうこと。おっと、さあここは冷静にさばくことができるか。あ、出ちゃった。投げて、オーバーヘッド。エンゲスマイハイ繋がるんだ。めくりにいるかと思わせてのオーバーヘッド。さあ、クルシャル失敗、美味しいぞこれは。貼り付けないか、貼り付けない。ダメージのコンボが伸びたとしても割と本当にダメージに出しじゃないと難しそうですね、海岸も。上海抑え込む SS、 はい、ベイパースラスト S、 ハイスラスイカからの投げ。お、ちょっとバーストを読んでいく。さあ最終ラウンド、お互いにバーストはねえやメイだけです。スライディング通して、あー、バックステップブーストっていって、あっ、ワイピー中入ってんだ。顔が赤い、顔が赤い。さあ、ベイパーストラスト S で起こす。わあ、やばいやばい。はい、今頑張って頑張ってやばい、めっちゃ来たよ。はい、お疲れ様でした。わあ、やべえ、おまけがついてきた。ハインバックステ、さあ、アインマン亡き5はアインマーク2、マーク2でなんでそんなに人を殺すんだよ、死んでしまえだっけマーク2だよね。さあ、マーク2引っかかっていって、さあ、タウエモード、ダメージが非常にね、コンボがやべえことになってるメインですが、中央はね、まだ安いっぽいので、なんとか中央で立ち回りたいところではあります。さあ、キックスタートを捉えるじゃない。さあ、ここはつけに NS からつかがず投げて、クリスタシュマイピー見ている、しっかり耐久を決めて天地、今回のクマさんは追いかけます。グリッ、さあ設置起き上がり、さあ画面端前に飛んで逃げる、その考えは迫らない。そして気づいたらなんか動いていたが、足払い飛ばして中央のループ PPS いるか、いるか、そして前ハイからのキャンセル、オーバーヘッド、知らんがな。メインはね、まだ動画あんま出てないんでね、わからないことたくさんありますが、さあ、ここはしっかり飛んで逃げる。から言うこともして、スマイピー、そうですね、マイピー入れられてしまうと、とんでもないようになってしまうので、しもうからないように、取りたい、スタンプ。あと、ジャンペス、ヒニエ、引きまして、さあ、ローリングリンク、エヴァクス、逃げるときは、中央で捕まってしまって、早い展開、ドトンラシで、マイピー、横いるか、ギネス、アタラックス、さあ、失敗だから、ダメージを奪って、クマを1発動している。ああ、ここ
これ接地に立ち合いがヒット。勝ったのはコドルメイ。何試合だ。じゃあね、負けトーナメント勝ち上がりチームがそれぞれ決まりましたので A 番台で、試合を行っていきたいと思います。キーシャファースト AGF1G ボブクリフチームと、萩原レモンテスタメント